今朝早く三重県の尾鷲魚市場に水揚げされたのはビンナガマグロやメバチマグロ、その数なんとおよそ600匹。お盆を迎える漁業の町尾鷲市は1年で最も忙しい時期を迎え、市場には水揚げされたばかりのマグロが並び、仲買人たちも真剣な眼差しで品定めしていました。水揚げされたマグロは尾鷲市内を中心に三重県や愛知県をはじめ関東や関西方面などにも出荷されるということです。